はいどうも、なおちんです。今日も妖怪ウォッチプニプニをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、いきますね。ついに来たよ、ミケッティオ。で、フレンドの皆さんのおかげで入手できたのよ、マゼラタイタンを。なので、マゼラを入れればいけるでしょう。まあ最初、初めて2日目ぐらいに挑戦して絶望を味わってしまったんで、これでなんとかね、勝ちたいと思います。仲間はね、強化したのよ。はい、どう？バフ1でこのメンツ、なんか今回はいけそうな気がするよ。よし、まあとりあえずフィーバーに入ってガシガシやっていければ勝てるかな。いきます。勝つよ、勝ちますよ。マゼラタイタンは防御と攻撃力がアップされるのでいいでしょう。いっけよ。お、だいぶダメージは防いでくれるかな。ただ俺のパズルが下手っていうことちょっと待って、3発食らえば死ぬの？3発くらいは死ぬ。とりあえずフィーバーまで入ればなんとか勝機が見えてくると思うんで、フィーバーまで入れ、とにかく入れ。よし、オッケー。いいよいいよ。え、ちょっと待って、待って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 、フィーバーゲージがたまらない。え、どういうことだこれ。フィーバーゲージたまらないぞこれ。なんとか行きたいけども、なんだ、必殺技をさ、そのまま直接で打つしかないの？これ無理じゃねえか？ちょっと待って、これ無理じゃないか？無理だ、勝てん。こんなん勝てるか本当に勝てるか。勝てん、勝てない。これね、新規勢には無理だ、新規勢には無理だわ。多分っていうか、一発目からなんか必殺技がガシガシ使っていけないと無理。なのでスキルの最初からスキルゲージが溜まってるタイプ。俺ジバニャンぐらいしかいないんだよな。これでしょ、技ゲージが溜まった状態でスタートのスキルマックス。こういうやつらがいっぱいいないとフィーバーにはなれないし勝てないんじゃない。まあ学校外、学校外で学校がエンマがいればまあ変わってくるんかもしれんけど、マゼラ一体いるぐらいじゃどうしようもないね。新規勢にはもうとてもじゃないけど太刀打ちできない、無理だ。エンマ大理事長欲しかったけどな。これはもう諦めるしかなさそうです。まあ次のねイベントからまたちょっと頑張りたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。